伊勢原駅は神奈川県伊勢原市桜台一丁目にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O36。島式ホーム2面4線を持つ地上駅で京城駅舎を有する。トイレは改札を入って左側にあり、オストメイト対応。改札外トイレは北口階段を降りて正面すぐに公衆トイレが1カ所南口を出て、 左を曲がり、伊勢原駒に併設した形で一箇所ある。エスカレーターは2008年4月20日より南口、北口両方に整備された。エレベーターはホーム、マイナス改札間と改札から出入り口間をそれぞれ連絡するものが別個に存在し、南口、北口両方に整備された。改札を出て、左に木そば箱根がある。 2003年から2004年にかけて改札内のバリアフリー加工事が行われ、多機能トイレやエレベーターが設置され、2008年10月には上りホームに待合室も設置され、2012年にはそれまで3両半、6両編成分しかなかったホーム上の屋根が10両編成分まで延長された。しかし、階段や改札口が狭い。 駅舎やホームの構造上エスカレーターを設置することが難しいなどの問題点がある。駅舎は手狭な上、老朽化しているため、市税と国の町づくり交付金を使って南北自由通路の拡幅やエスカレーターの設置といった改札外のバリアフリー化工事が2009年3月に整備された。この工事の関連で南口ビルに入居していた。 小田急オックス伊勢原店を2006年6月より、閉店主改築工事を行っていたが、2009年4月17日に、小田急マルシェ伊勢原として、再オープンした。なお、小田急電鉄も工事関連資金を拠出するが、駅舎内にある店舗の工事期間における、休業保証分であり、改札内や階段の改良工事は白紙である。1984年1月に、 貨物の取り扱いが廃止されるまでは、一番ホームの外側にさらに一本の線路があり、貨物列車の発着に使用されていた。取り扱い品目は主に裸麦、聖麦等で有害者が使用された。足柄駅と共に小田急電鉄に1980年代まで残った貨物取り扱い駅であった。かつては特急ロマンスカーは通常は一切停車しなかったが、 毎年12月31日から1月1日にかけて運行されるニューイヤーエクスプレスや大戦で行われる祭事、祭事、毎年秋に開催される同館祭りのため臨時停車することが年数回あった。その後2015年8月28日に2016年3月から海老名駅と同じく一部のロマンスカーの停車駅となることが発表され、 同年3月26日より停車開始した。2020年度の1日平均乗降人員は36,216人であり、小田急線全70駅中22位。接続する大都市の中心駅から 50km 以上離れた大手施設の駅の中では最多の人数である。近年の乗降人員、乗車人員の推移は過表の通り、 平日の朝夕は通勤、通学客、平日の日中と週末は買い物客で賑わう典型的な大都市郊外の駅だが大山への入り口にあたる北口では春から秋にかけて休日を中心に登山客やハイキング客で賑わう。北口の目の前には大山あふり神社の鳥居があるが、こちらへ行くには北口から出ている大山ケーブル業バスと大山ケーブルカーを乗り継ぎ、 下社まで約1時間半、本社までは約3時間かかる。北口駅前は1980年代から再開発構想があり、再開発事業は2004年3月に中止されたが、後継事業として交通基盤整備のための沿道整備街路事業の計画が上がっている。その影響で建物の改築、新築に手を出せない状況が長年続いているため、周辺のビル、 建物が老朽化している。北口、南口それぞれに発着がある。すべて神奈川中央交通西により運行されている。駅所在地の地名である伊勢原から。伊勢原という地名は伊勢国の出身の人がこの地を開拓したということから、その名がついた。ありがとうございます。